モダニズム建築、または近代建築は、機能的、合理的な造形理念に基づく建築である。産業革命以降の工業化社会を背景として19世紀末から、新しい建築を求める、様々な試行錯誤が各国で行われ、1920年代に、機能主義、合理主義の建築として成立した。19世紀以前の様式建築を否定し、 工業生産による材料を用いて、それらの材料に特有の構造、表現を持つ。グロピウスのバウハウス校舎、ミース・ファンデル・ローへのバルセロナ・パビリオン、ル・コルビュジエのサボア邸などが代表的な作品である。ミース・ファンデル・ローへのバルセロナ・パビリオン・アーツ・クラフツに影響を受けたドイツ工作連盟の活動と芸術学校、バウハウスの解説が、 モダニズム建築の展開の上で大きな推進力になった。ドイツ工作連盟によって産業と芸術の統一が意図され、ペーター・ベーレンスのアイグ・タービン工場が新しい建築のあり方を提示した。ベーレンスの下で学んだバルター・グロピウスはバウハウスの教育において建築を中心にした総合芸術を目指した。グロピウスはロシア構成主義やオランダのデステールの 合理主義、機能主義からも影響を受けた。1925年には、バウハウス総書として、国際建築が刊行された。1927年の国際連盟コンペでは、入選9案のうちに、ルコルビュージへの計画案を含まれていたが、審査員の中の保守派たちは、ルコルビュージエ案は、規約違反であるとして排斥し、保守派と、 近代建築運動側の対立が表面化した。これをきっかけに翌年、チャムが開催され、グロピウス、ミス・ファンデルローへ、ルコルビュージエラ24人の建築家が参加した。チャムを中心にした建築家たちの主張と実践により、新しい建築の理念が確立され、これらの動向は各国に急速に浸透し、機能的、合理的で装飾のない建築が国境を越えていった。 1932年にはニューヨーク近代美術館でフィリップ・ジョンソンとヘンリー・ヒッチコックの企画によりチャムの建築からの作品を紹介した近代建築展が開催された。同展の図録、インターナショナルスタイルも大きな影響を及ぼし、インターナショナルスタイル建築という呼び方も一般的になった。これらの1920年代をピークとする 建築運動を近代建築運動という。近年は、機能主義建築、合理主義建築、あるいはインターナショナルスタイル建築として、主張されてきたこれらの動向を総合して、モダニズム建築と呼ぶことが多い。ルコルビュージへは、新しい建築の5つの要点として、ピロティ、屋上庭園、自由な平面、水平連続窓、自由な立面を挙げたが、これらは、 鉄筋コンクリート作りや鉄骨作りという新しい技術によって、石像、レンガ作りが持っていた制約から自由になったことで、可能になったものである。モダニズム建築の多くは装飾のない直線的構成を持つ立方体を特徴とし、豆腐のような白い箱と揶揄される。機能的、合理的で、地域性や民族性を超えた普遍的なデザインとされた。 またモダニズムの建築家は都市改造、社会改革にも深い関心を持ち、ドイツのジードルング建設や都市問題解決のための提言などの活動を行った。しかし20世紀半ばになると装飾のない建物が一般的になり、近代建築運動は次第に革新性を失っていった。1954年、ジークフリート・ギーディオンが新地方主義の構想を 発表した。モダニズム建築がアジアアフリカ各国にも普及するに従い、風土への適用が課題となったものである。ルコルビュージエのチャンディーガルも新地方主義の実践の一つと言われる。ウィーンのミヒャエル広場。向かって右の建物がアドルフ・ロースによる通称ロースハウス近世以降のヨーロッパでは古代ギリシアローマ建築に起源を持ち、 ルネサンス建築で復興された建築様式が長く主流とされてきた。建築家は過去の歴史的様式を深く理解し芸術的な作品を作ることが求められてきた。しかし鉄、コンクリートといった新しい素材が使われるようになりまた社会生活も多様となって建築に対する様々な要求が起こってくると過去の様式を漆黒として そこから離脱しようという試みが行われるようになってきた。建築、工芸におけるモダンデザインの起源は19世紀イギリスのウィリアム・モリスによるアーツクラフツ運動に置かれることが多い。産業革命の先進国イギリスでは機械による大量生産が進み安価であるが低俗なデザインの製品が溢れていた。モリスはこうした状況を批判し、 中世の職人が手仕事で作り出した工芸品に憧れ生活と芸術の統一を主張した。モリスの邸宅としてフィリップ・ウェッブが設計した赤い家はレンガ作りで中世風の外観を持つ。一見過去への解古的な装いであるが素材とデザインを統一させた中に美を表現しようとする合理的革新的な要素を持っていた。モリスが始めた アーツクラフツ運動は各国に大きな影響を与えた。フランスでは、アール・ヌーボーの建築が過去の装飾を否定し、植物からモチーフを取った曲線的、自由なデザインを用いた。ドイツのユーゲント・シュティール、オーストリアのゼゼッシオンなども、国や作家の個性により多様ではあるが、歴史主義から離れた自由な装飾を用いている点で、同様の傾向を示している。 ウィーン分離派の中心人物、オット・ワーグナーは、芸術はただ必要によってのみ支配されるとして、機能性、合理性を重視した近代建築の理念を表現した。その影響を受けた、アドルフ・ロースはさらに、装飾は犯罪であると宣伝し、装飾そのものを否定した。建築は、用途や素材に従って設計するべきであり、装飾をつけるのは、 原始人の入れ墨のようなもので、文化の程度が低いことを示すものだという主張は、大きな反響を呼んだ。また、アメリカのフランク・ロイド・ライトの作品は、間仕切りのない、流れるような空間構成によって、モダニスムの建築家に影響を与えた。技術的には、鉄骨作りや鉄筋コンクリート作りの普及、大量生産が可能になった板ガラスが、 モダニズム建築の前提条件となった。鉄骨作りの構造物としては、鉄橋、駅舎、博覧会施設などが先駆となって、後に、高層ビルの建設にも適用された。当初、鉄筋コンクリートは、石材の代用品とみなされていたが、やがて、オーギュストペレなどの実践によって、コンクリート特有の造形表現が知られるようになった。リーバハウスカテゴリー。 モダニズム建築の世界遺産も参照。インターナショナルスタイルバウハウスとドイツのベルクバンド、表現主義建築構成主義建築アメリカにおける、アールデコ。超高層ビルのスタイル流線型のスタイルと、公共事業行政ルコルビュージエと、シテラディウスアメリカにおける戦後モダニズム建築、フランクロイド・ライト・バルター・グロピウスと、マルセル・ブロイ・ヤールート・ビヒ・ミース・ファンデルロー・エリチャードノイ、トラと。 チャールズ&、レイ・イームズ。スキッドモア・オーウィングズ・メリルト、ウォレス・ハリソン・フィリップ・ジョンソン・エーロ、サーリネン,ン・ルイス・アイカー・ニー・ヨミン・ペイ日本にも、明治時代末から、大正時代に、鉄筋コンクリート作りという新しい技術が伝えられ、エンド・オと、元の聖護らによって、装飾の少ないモダニズムの先駆的な作品が、作られた。一般に、日本の近代建築運動の始まりは、 山田守、石本菊次堀口素敵らの分離派建築会に置かれる。当時の建築会では、鉄筋コンクリート作り等の構造技術的な側面に注目が集まる一方、折衷主義的な建築感が主流であり、装飾のない建築は評価されなかった。こうした中、建築が芸術であることを主張し、 過去の様式や装飾を否定した、新しい造形を試みた、分離派建築会の作品には、ドイツ表現主義の影響が見られる。旧式な折衷主義とモダニズムの対立として、象徴的な例とされたのが、低質博物館の設計コンペで、日本風の瓦屋根を乗せた、定寛様式の渡辺一志の案が当選し、ルコルビュージエバリの前川国夫の案は破れた。後に、 前川自身があの案で建てられていたら自分は顔を上げて上野を歩けなかっただろうといった言葉を述べているように渡辺屋により前川案が優れていたとは言い切れないそれはともかく1930年代半ばには建築雑誌に紹介される作品もモダニズム建築が主流になっていったナショナリズムの台頭を背景としてモダニズム建築に対抗するかのように 矩形のビルディングに日本の伝統的な瓦屋根を乗せた定管様式が一つの潮流となり愛知県庁名古屋市役所等の作品を生んだ満州など日本影響下の外地の方でも積極的に採用された第二次世界大戦後はモダニズムの機種として前川国夫と丹下健三村野東吾らが建築界をリードしたまた 日本の伝統建築とモダニズムの近親性が論じられた。これは柱と針で構成される日本の伝統的建築とレンガや石を積み上げて作る西洋の建築を対比し、前者がモダニズムの理念と適合しているとするものである。このように日本においてはモダニズム建築の理念が第二次世界大戦による中断を含みながらも急速に普及し、 過去の歴史様式をまとった建築は否定されるようになった。この背景には戦争の激化とともに物資が乏しくなったため、また戦後になると戦災から一刻も早く立ち直るため、とにかく時間をかけず廉下に建設することが社会的な要請として最優先され、職人が腕を振るって装飾をつけるようなことは無意味であり無駄だと考えられたこと、また海外及び 日本の建築雑誌に紹介されるのは、モダニズム建築ばかりであったことなどが、理由として挙げられる。元凶欄の丸は原尊、罰は原尊せず、は一部原尊モダニズム建築は、普遍性、国際性を主張するが、言うまでもなくその表現には、幅があり、全く同じ様式が、世界中に普及した、わけではない。モダニズム建築は20世紀になって、 突然生まれたものではない。建築を理念によって支えるという点は、新古典主義建築において放火したものであるし、要求に即した建築を機能的に設計するというプロセスは、用途や要求などの所要素に対応して様々な様式を採用するという19世紀の歴史主義建築の手法においても見られる現象である。むしろモダニズム建築は、 それまでの建築思想を拡張し、再構成することによって成立したと言える。単に装飾を省略するだけでは、モダニズム建築は成立しない。18世紀後期に相対化された歴史的様式の代わりに普遍的な空間の概念が導入されている。AT&T ビル、フィリップ・ジョンソン設計東京都庁舎。 丹下建造設計モダニズム建築の理念が普及し、白い箱のような装飾のない建物や高層ビルの並ぶ街並みが生まれたが、こうした都市、建築は合理性、機能性を重視するはあまり味気なくなってしまったのではないか、という批判が起こり、都市景観の破壊者とされるようになってしまった。1960年代後半頃より、モダニズム運動は体調に向かい、 1972年には、ロバート・ベンチューリラが、著書、ラスベガスを出版し、モダニズムの理想は、一般の人々のためには、交渉すぎると、批判、むしろ挨拶でハリボテのようなラスベガスや、全米のロードサイドなどの日常的風景などを、観察して、その建築的シンボルを学ぶべきだと提唱、論議を呼んだ。日本では、坂口安吾が、 日本文化史観において、伝統建築も批判した上で、ブルーノタウトを批判、工場のような、俗悪な建築の美を主張していたほか、1970年の大阪万博では、縄文美術に影響を受けた、岡本太郎が、太陽の塔を作った。近代建築の失敗の象徴とされたのが、ミズーリ州セントルイスのプルーイット愛号団地であった。 これはスラムを一掃した後の23ヘクタールの敷地に建設された高層の集合住宅団地であるが低予算で建設されたこと低所得者層が主に住んだことなどで次第にスラムと化し犯罪の創屈となってしまった後輩のため1972年に取り壊されたがその爆発ーンはモダニズムの終焉を象徴するものと受け止められた モダニズムを乗り越えようとする、ポストモダニズムが提唱され、モダニズム建築によって否定された装飾や、象徴性の復権などが唱えられた。かつてモダニズム建築の機種であったフィリップ・ジョンソンの AT&T ビルや、磯崎新の筑波センタービル、丹下建造の東京都庁舎も、ポストモダンの作例とされる。ただ、ポストモダンの動きには、建築構造の工夫や、 素材の研究など、建築や空間を改善、改革する、実質的、実験的な要素がなく、一時の流行の感も強い。ポストモダン建築の流行が去ると、新素材の利用やコンピュータを使った、構造計算による大胆なフォルムが可能になることで、モダニズムの見直しも進み、ネオモダニズム建築が一時代を築いた。代表的な人物には、フランク・ゲーリン。 ザハハディド、レムコールハース、ノーマン・フォスターなどがいる。一方でこれも2008年のリーマンショックの大打撃を受けており、次の建築様式への模索は続いている。モダニズム建築の良さは一般に理解されにくい。例えば、ミースのシーグラムビルディングやソンのリーバハウスは、デザイン的にも、機能的にも極めて優れたモダニズムの超高層、建築であるが、 その優れた点をきちんと理解していないその後の建築からが表面的なモノマネをして平凡で粗悪な四角い箱というだけの無味乾燥な建築を作り続けたためにモダニズム建築は誤解され批判ばかりを助長する結果となったというような言い方をされることがある。これはおそらく正しいことを書き記しているのであろうが素人には十分に理解できないところがある。 その理由として、モダニズム建築の良さ、または、良いモダニズム建築とそうでないものとの違いを、単なる表層に限ることなく、機能や思想まで含めて、具体的に、具体例をもって、示さないからである。したがって、感覚的にしか、モダニズム建築の良さが理解できない面があり、この作品は、とても単成であるといったイメージの評価や、抽象的な評価に止まることがある。 この点については、建築家でさえすべての点を理解できないことがあるのだから、無理もないとする意見がある一方で、モダニズム建築の優れた点を素人にもわかるレベルで、具体的に示す努力を怠ってきた、建築家や、建築評論家への批判もある。かつての、モダニズム建築の機種たちが設計した建築はすでに、築後数十年が経過して老朽化が進み、 今日の目から見れば、さすがに、時代性を感じさせており、機能的にも、不十分な点が見られるほか、一般への理解のされにくさから、デベロッパーや自治体にとってもさほど、売りにならず、解体されることが多い。保存を望む声も多い一方、更新を続ける社会の耐久消費財として、作られたのだから安易な保存は、不要とする、ババアキラ作りのような意見もある。また、 都の城市民会館解体問題の際に、その設計者の菊竹清くんは、単純な保存ではなく大屋根をガラスに置き換えることを提案した。1990年代までは、文化財保存の動きもあったものの、その後のバブル崩壊で成熟した社会への移行に、失敗したことから、再び、スクラップビルドによって稼ぐほかなくなったという、事情もある。ありがとうございます。